フリスクのタブレット。フリスクはオランダのペルフェティファン、メレッシャが世界展開するミント風味のシュガーレス清涼菓子ブランド。1986年にベルギーの薬局で上好みとして販売されたのが最初である。日本ではクラシエフーズ株式会社が1992年に発売を開始し、1994年から本格的に輸入販売を開始。 その後、世界的に、特に、日本で人気が急拡大した。キャッチコピーは、シャルパンス U アップである。訳すと、あなたを鋭くするで、威約すれば、あなたを冴えさせるは容器ごとに色を変えることで、より区別しやすくなっている。同年7月にミントタブレット、フリスクの既存フレーバーのパッケージデザインをリニューアルした。正面のロゴを変更し、フレーバー名が、 左上からロゴの真下に数量が右下から左上にそれぞれ移動し、シャルパンス U アップの表記がなくなった。星印は日本国内で現在発売されているフレーバー。フリスクリキットタブレットは過去日本公式サイト内で掲載されていたが、販売終了により現在は掲載されていない。なお、蒸気ラインナップ以外の商品も海外では販売されている。また、 以下の商品も販売されている。すべて、メントールやメントール香料を配合し、爽快感とフリスクの香りにこだわった、暑い夏を乗り切るための必須アイテム。以前は、原産国がベルギーだったが、2006年頃から日本で販売されているものはオランダに変わっている。理由は、当時のカネボーフーズによれば、フリスク社が工場をベルギーからオランダに移転したため、とのこと。 白を基調とシンプルにデザインされたパッケージは多くの人に支持されている。その色彩と直線的なその形状は後に発売されたデジタルオーディオプレイヤー iPod Shuffle と似た印象を与える。なお逆に iPod Shuffle を意識してかフリスクと同一デザインのデジタルオーディオプレイヤーが制作されフリスクデジプレキャンペーンという検証の景品になった。 付加機能として、FM ラジオ受信機能とボイスレコーダー機能を有する。2011年9月12日、クラシエフーズがフリスク新フレーバー、レモンミントの発売を記念して、自社音楽レーベル、フリスクレーベルを立ち上げることが発表され、10月3日から10月30日までの期間限定で特設サイトがオープンした。コンビニエンスストアなどで安価に入手でき、 小ぶりで薄いプラスチックケースとしてフリスクのケースが利用されることがありフリスクケース利用を前提として設計された基板も存在する。そのために2016年9月の20%増量でケースの幅が広くなった際には基板の再設計を余儀なくされる電子工作マニアのツイッター投稿が相次いだ。ありがとうございます。